熊本県八代市の松井文庫所蔵品、百鬼夜行絵巻より、金槌棒、百鬼夜行絵巻に見られる土を振り上げている妖怪、アリである、灯されている金槌棒は、熊本県八代市の松井文庫が所蔵する江戸時代の妖怪絵巻、百鬼夜行絵巻にある日本の妖怪。鳥のような顔の妖怪が、金槌を振り上げた姿で描かれているが、 解説文が一切ないためどのような妖怪かは不明である。国立歴史民族博物館所蔵の化け物絵巻や国際日本文化研究センター所蔵の化け物尽くし絵巻にも全く同様の姿に描かれた妖怪が見られる。こちらは大地だという名称で描かれている。解説文が一切存在しないのも同様である。デザイン上のモデルとなったのは室町時代の 百鬼0期絵巻に描かれている土を振り上げている姿の妖怪であると考えられている。この点は鳥山石炎の妖怪画集、百鬼0連れ連れ袋に描かれている槍ケ長にも類似している。妖怪研究家、田田克美は用心深い様子を石橋を叩いて渡るということや、頭の上がらない様子を金づちの川流れということから、 臆病なほどに用心に用心を重ねる様子、常に頭が上がらず人の下積みになっている様子を擬人化した者、もしくは臆病者に取り付いた用心棒のような存在ではないかとの解釈を示している。百鬼夜行絵巻に描かれている土を振り上げている妖怪は真珠湾に所蔵されている作品をはじめ、多くの同じ主題を扱った絵巻物作品などにその例が見られる。 江戸時代の禅宗の僧、白隠の描いた絵巻物、宝具編あやかし図にも土を振り上げている妖怪は見られ、本校、金槌棒の姿に似たくちばしの生えたような顔をして描かれている。一方、元居は不明ながらも、その色彩や姿からウサギあるいはありの妖怪では、ないかとも解説されており、昭和以後の美術書では、解説文に、そのような記述がなされていることもある。 妖怪評論家、荒又広氏の監修による妖怪フィギュア、音名妖怪絵巻に付属されていたカード、音名妖怪絵札並びに、その解説冊子では、この百鬼役行絵巻に描かれている土を振り上げている妖怪を、オアリの名前で紹介しており、アリたちは土でアリ塚を作るため、かつては古墳を作る、人々の信仰対象となっていたが、 古墳の風習の衰退に連れ信仰を忘れられたことを、恨んで化け物になり、人間を土で無差別に叩き殺し、殺した人間を、同様の終わりの妖怪に生まれ変わらせる妖怪となったと設定している。ありがとうございます。